各国の皆さん、大谷だと。私は何で今日、今回、ハムアンドゴジラね、どういう風に言ったね、意外とね、そう、教えましょうか、東京都23区ね、徒歩でも、そう、制覇できるほどの場所。多分ね、宿泊店ってやったら、1日で、まあ、4時間ぐらいで多分制覇できるんだから、もし1時間滞在とか、8時間で制覇できる。まあ、できるんだから、結構徒歩でも行けるんだから、そうやったらもう電車使って結構大丈夫。そういうことにしたら、まあ、1日おだけ使わないと、大抵ね、高額ですね。ね、さ、そういうことにしたら、要は架空世界で、ね、そういう意味ですよね。そう、皆さんほとんどアメリカとかね、英国とかね、そういう人たちがいっぱいロシアの方もいたりとか、その関係で、ちょっと各国のね、BMC、BIC とかね、認定とか、しようと、ちょっと業務提携結ばないと。あ、我々執行役に委員会して、地方事務。株式会社の人もうこれでしました。これで社外取締役ちょっと導入してあげるからね、あれも送らないと。そういうことにしたら架空世界とかね、多分ね、現実世界の委員会設置方針ね、単純に会社員とか会社員同士を派遣した方がいいってわかる。その方がいい、その方が効率がいいってわかるし、そういうことにしたら要は井上マリアを参考にね、参考にあった方がいいよね。まあこういうことにしたら参考にしました。要はね、これ分かる目とかね、なんか俺の女さ、もう分かってる、もう黒幕はこいつ、こいつ、この何の作る名前分かる通り、そう、皆さんお分かりだと思う。サーリーセブンです。黒幕はサーリーセブンです。そう、どうしてこういう情報が流れて、こういうメガネのような商人が流れてるか、びっくりね。あ、こういう AI でもそうです、流れてるとお分かりだと思う、ね、そういうことにした。要はね、最初から俺の情報を盗んでて、そう、なんで私アルバイト、別に遅刻も、ね、最大の原因かもしれないけど、もう一つ、そう、要はサーリーセブンが妨害しました。そう、別名ウォーターセブンね、ウォーターブリーセブン、まあ、こいつのことはこういう暗号式のような会話で言って、闇にこいつの名前載せるよ。ほんで私はあんなね、セブンね、7外してるから、さあこいつを演奏させるのやめました。ああ、きっぱりやめました。さあ、一番縁起の悪い数字だって言われました。日本の場合はね、日本で一番縁起の悪い数字だって言われました。まあ、例えばこの新幹線の光、何号でもいいんやけどね、1両から16号、7号、これはいいんやけど、ただし、サムの前だと、もう、なんか、すっぽかしました。もう、これを、サウリーセブンを連想させるね。要は、こいつは、プリキュアです。本物のプリキュアです。ああ、本物のプリキュアって、そう、こいつは、ダークホースね。ああ、本物の、シャイニングホースに入れて、ブルザムです。ブルザムのような、そう、ちょっと、高橋、すまないね。ああ、要は、サウリーセブンを逃がして、知ってましたけど、ああ、こいつはディープセントです。ああ、11エアね、11エアにする。知ってましたよ、斉藤敦さん、筑波書房さん、東京学芸大学、ケアシェアしてましたよ、ディープセントさん、愛知県の、ね、皆さんもケアシェアしてましたよ、福島県の皆さんも平野でさ、そういうことはディープセントを冷やしてたよ、さ、ことは、ヤグユの京都はきっぱり縁を切ってます、さ、そういうことはディープセントを冷やしてた、予選天皇傀儡だった、ね、みんな、ね、悪くない、ディープセントは正しく。まあ、でも責任は重い。でもな、こういうテロリストをかばった、何を作る連中をかばってきた、移動しとく、そういうことでした。おはようございます。どうして漏れてるのか、要はね、あの措置入院も障害者のあの雇用も全部俺の実験材料をもとにな、こうやってな、こう法律で厳しくしてな、やってるんです。こういうふうに作ってる、こういうのもね、そう、こういうのも作ってる。要は、ね、福島県もね、そう、こいつらを日本政府購入テロリストです。だから、ね、誰も文句言えなかった、そういうことです。要は、サーリーセブンと共謀してたりします。教えましょう、滋賀県ね、巨大なクライスタンクターズ工場、テロリスト養成工場です。とんでもない場所でした。の、ハザール帝国、図面がそっくりやった、そう、そっくりやった。
私もね、古い地図を見ましたけど、ね、今の地図アプリケーションを使いましたが、すごい領土があって、でかいなと思ったら、もう今のカザフスタン共和国の8割近い領土を持ってた、あれが帝国だったわけですよ。とんでもないことですね。まあ、びっくりですよ。ちなみに、ロマンアシケナジーゴール、カザフですよね。それはでっち上げですか。それやったらね、今頃大葬儀現にその証拠にイスラエルの今の首相だね、ネタベンジャミン・ネタニヤフ前の首相ね、まあ、中東冷戦の英雄イスラエルやサウスアイエルサウスとこの代はね、アシュケナジ、まあ、前々からね、この旧カタールの丘陵地帯に住んでたんで証言してましたからね、そう証言してましたから、そう辻褄が合わないっていうことです、そうそういうことです、そう要はね、特定秘密の方もマイナンバーも全部がこのサーリーセブンが我々のような反対を潰すために導入しました。そう、なぜ自民党公明党が相次いか、それは、ね、不正選挙に基づく行為です。そしてこのサーリーセブンの負の力で我々のような投票内容を全部漏らしてから、そこに私の投票に基づいて、そう自民党はね、選挙管理委員会命令しました。妨害してたってことは国家ぐるみのテロってことです。これがディープステージのことです。リチャード・ゴジミさんだけど、ね、こいつらで中1であるから あちこちにあります、平安って文字ね、平安教師になる、なんで平安って分かりました、こいつらディープステージなんですよ、こいつら言ったらディープステージ恐ろしい、ね、イルミナーティも厄介な人みたいね、こいつら言って今クロマカサーリーセブンで、いやこいつ日本政府給付人ってったテロリストです、道理で菅総理が急に首相に、菅さんがなんで首相になったとか、トタニアであの臭いってやつが登場して、相当規制撤廃に反対してました。アメリカ政府と TPP 加盟国 EPA 署名のね、勝利なんです。日本政府むっちゃ国際法違反してます、違反してました。これドラム・トランプさん ね TPP じゃなくて FTA とかそういうことでした。それで単独にさ、もうこれで経済制裁かけられるとか、そういうことです。デジタル貿易協議も最初から日本政府が制裁かけるためにやったのか、別に特定秘密法なんてな、そんなもん前々からあったって、自衛隊法でも守秘義務規定があるから、もうこれで十分やってさ、十分やって、これでも厳しいよ。そういうことは他にやな、滋賀県の連中全職員が長まって、めっちゃ法令違反してます、とんでもない、堂々とやった、返事もしない。この前の西九条の抗議集会でも話し、さあ、日本人とかやつ、前々が医療と福祉を多分に日本で作ってますよ。相当問題やったな。なんで、警視庁で俺を釈放したの、さあ、東京事件でね。さあ、別にそっちに、いや、医療法に分かってたの、さあ、医療と福祉の実態を調べてきてみたいな。もうね、私が乗車する前に、この新幹線ね、な、乗っていたはずに、ね、今どうなってるか分からないね、警視庁本部署のところで、捜査協力頼むって言ったよ、あれでは無理だって言ったよ、直接的に言えんからな、もう多いことで警視庁もそれで、ね、医療福祉の実態をし、さあ今回露呈しました、コロナでさ、露呈しました、我々これに基づいてさ、ところ悪質な業者と見せる日本医師会に公表しました、悪質だ公表しました、これは特捜で暴露しました、そういうことはサーリーセブン、お前ら前々から日本人の会医師会と共謀者をするよ、寝てるの知ってるぞ、寝てるの知ってたぞ、どうりでおかしいと思って、あいつの病院に嘘、あいつは水魚を者が全員そっちに医療院に行く、精神薬と病院名して殺すで、こんなこと言ってたやつは、あいつの武道を見てください、ドハローと書いてるんやで、殺すとか、俺は警視庁の文句言えん、あいつら、ね、日本政府を牛耳るディープステートやで、それは誰も文句言えん、逆らえないって誰も逆らえないって、どうりで俺はクビになる、俺はあんなこいつら抵抗したために殺す、誰も閉じてサーリーセブンは殺す暗示とか、自分を賛美する、自分が日本政府を牛耳る、世界を牛耳るテロリストだって、ああいうね、暴言的なあんな作品を作らせて、キングレコードテロ組織です、俺は首相になったら大変なんで知ったんや、慌てて俺を潰しやんて、俺は一度逮捕されてるからもう公職ついてる、
処分、行政処分扱いになっている状態です。初対応されたらね、どこの国でも公職就任は不可能だよ。もうダメなんや。鈴木宗男さんとかの例外に除けば、そう無理なんや。現実的にさ。織江貴美さん、本当はね、政界進出とか、ね、無理なんや。一回逮捕されて収監。無理なんだよ。織江貴美さん、どうするんですか。パスポート発行できないですよ。どうなるんでしょうね。そういう場合は出生前後に必ずね、社交証明書と発行してくれたら、これに基づいてね、ただ厳しいと思うね、5年パスポート限定とか、そういう期間のですね。私は不起訴処分通知書をもらいました。まあ、この塚田っていう弁護士が送ったね、できたね、東京 地方検察庁ね、公式発行のね、この不起訴処分通知書、ね、そう行政処分通知書わかるけど、そう、これ見せて、わかるな。こういうことした。そういうことした。もうだから日本、もうね、私の過去をね、今のね、負のね、実態をね、明るみにするために、あの S4 にし、丸ごと映しました。そういうことでした。こういうこと、こういうふうにしました。こういう意味でした。もうこれでいいっていうか、そう、こういうことでした。要はね、滋賀県のね、医療特殊はタブーが多すぎたんですよ。最初からね、まあ最初からね、滋賀県、最初からね、滋賀県、ね、ああ俺の実験材料、40年分の実験材料にさあ、特措法とか特定秘密法ね、ストーカー規制法とか作ってたよ、さあさあ、反対派を潰すためにやってたよ、そういうこと。ああ俺が首相になったら大変だって知ったよ。ああ大粛清あって危機感つらいですよ。こんな慌ててね、された登場したら俺が首相になって大変だって知ったよ、芸能。さあ俺をね、敵とみなしたよ。さあもう最初から実力を認めてたよ。さあ認めせざるを得ない状況になったよ。さあああなんかあんないろんな人を人質にやってる、無理、俺には脅迫を通用したよ。そんなものを犠牲にしてでもやる、そんなもんやって、人質を犠牲にしても戦う、そんなもんやって、多少の犠牲はやむを得ないって昔からあるでしょ、戦争でも。そう、どんな状況やむを得ないってあった。俺はね、あのね、イラクでな、まあどっか武装勢力殺されるな、さあこういう横山さんの件で曲がるのに、小泉さんはね、自己責任で立つ、それはあとで日本政府からね、数十万のね、請求書が来るんや。そう、飛行機代と宿泊代と健康診断代込みでもう来るんやん、数十万も。すぐ日本の官僚で訴訟裁判を使う、気をつけてくれって意味合いで自己責任の党内、気をつけてくれ、あとで痛い目にはこれやから、本当に恐ろしいもんや、警告してたよ。俺でこいつ、ああいうと唱えたんや、竹中平蔵も知った上で見たんや、恐ろしいもんやったな。パソナも最初からこういうことやだ、そういうことでした。現実はそういうこと、俺を実験材料に労働者派遣を作ったでしょ。さあ間違いないです、そういうこと。おかしいと思ってん、なんかあんな情報が察知しちゃうね。最初がサウリーセブンがね、単純明快にさ、日本のディープステイト11部屋のどこかの組長ね、まあ組長だろ、そう水木ならこいつです。さあ日本政府公認テロリストとか、さあ日本政府とか各世界中の各界を大分牛耳る、そうテロリストやって、俺は誰も文句言えん、逆らえんよ。俺はルミナーティが一番ね、こいつでしょ、やっぱりな、おかしいと思ってん、そういうことです。そう、ああこいつに逆らってたから俺は何度もクビになった、おかしいと思ってん。最近電車がよう止まるとかあったよね、在来線で、おかしいと思ったよ、なんか雨が、そうこいつがね、ロシア軍の持つ気象兵器ハッキングして、そう大雨降らしてたよ、ああいうことや。俺と滋賀県も知ってましたよ、気象兵器してたよ、こいつ。80年代に、ね、日本もね、気象兵器に関して報道してたっていう事実があったよ。ああ本当に余裕し、朝日新聞もね、知ってますよ、両者の、そう、船橋、鍋津さん、報道してるの知ってましたよ、昔は、ああ、知ってましたよ、こういうことでした、鍋津はともかく、船橋さん、三級、ルミナーという幹部、あなたも被害者、そう、やられました、そう、もう報道関係者もやられてたの、電通、広告、やられてたんや、ああ、こういうことは、俺でやるだけで、ぶち切れてもて。革命に参加しもたよ、まあ、そういうこと、軍が武装放棄するもんね、まあ、三島由紀夫を決起論することもぶち入れたのが戦った革命です。以上。